日関の話をもう一度。もう役日関いいだろ、今見てる人だけで。はい、皆さんこんばんは、子ども地球サミット2012広報番組バカだな、再放送スタートしました。病院行ったからかな。いやいやいや、私今ザカさんが言ってくれたの。そう、ザカさんがね、ちょっと遡ってちょっと言ったら、ザカさんがタイムライン上でアーカイブ OK って言ってくださいました。ありがとうございます。すごいな。今撮り始めます。うん、鹿児島も0度なんですね。あったかいイメージがありますけど、マガルさん。なんかもう異常なんだよね、今全国的に。だって昨日ニュースでやってたのが、青森のその岩盤浴で、何でしたっけ、雪崩が起きて3名ほどお亡くなりになってしまいましたね。だから雪の量がすごいってことですよね。なんかなだ、あ、なだれ、なだれ、あ、どこだっけ、青森、青森か、なんか温泉でしょ。そう、岩盤浴のね。そう、だからもう、まあ、そういうことがあるので、本当に自分で守りながら、自分を守りながら、本当に風邪とか、そういったものをね、除去して、健康を体でいてください、皆さん。そうだね。はい。ね、うん、じゃあ、お疲れ様です。ね、まず、はい、リサイタルの、あ、そうですね、チラシ発表しますか。なんと、今日、出来たてほやほやのリサイタルのチラシデータ、あ、ま、データだよ。うん、データを、はい、皆さんにいち早く見せたいと思います。それでは、どうぞ。はい、今回ですね、このように、KS ニュース号外というような、イメージで作っていただきました。スポニチをイメージしたんだ。スポニチですね。はい、東日本大震災復興支援、紅白 歌合戦、明日切ってやってくる。これですね、キッズセッションクラブ、今年で3年目になるリサイタルなんですが、3回目になるリサイタルなんですが、こちらですね、毎年テーマを設けて、キッズセッションクラブのみんな子どもたちがみんなのみんなに届けるために、お客さんに届けるために、毎年毎年練習を重ねて発表しております。はい、皆さんにはちょっとこの文字が見えるのかな、見えないですよね、きっとね。はい、はい、じゃあタイトルはもう読めるよね、うん、はい、紅白に分かれての別れて、あれ紅白に別れての本気の熱演、交互期待、日本語おかしくないな、紅白に別れての別れての本気の熱演、交互期待、別れての、はい、いいよね、はい、昨年東日本大震災の復興テーマに、子ども地球サミットの関係者が発足した明日もきっとやってくるプロジェクトの一員として、さまざまな支援活動に参加した KC キッズステーションクラブの練習生たちが、今年も継続的に復興支援活動を行う決意を表明した。2012年最初の復興支援活動の場に選んだのは、毎年春の恒例行事となっている KC スプリングリサイタルだ。紅白に分かれて繰り上げられるバトルは見ものだ。出演者もそれぞれに被災地かっこ被災者の復興テーマに、その思いを歌や踊りや演劇を通じて熱演する。出演者たちはたくさんの人たちと同じ時間を共有したいと語っている。で、赤組司会ほのか、白組司会まやで、白組アシスタントがあずみで、赤組アシスタントがりなで、で赤組と白組のメンバー出演者の紹介があります。はい、で公演終了後見に来てくださった皆さんも、同会場で行われる出演者関係者の打ち上げに一緒に参加しませんか。参加費は無料です。おいしい差し入れ大歓迎ですと。そうです、毎年すごい個々にね、いろんな差し入れを持ってきてくださってるんですよね。そうそう、あずみ大丈夫かよ。あずみちゃん、もし大丈夫だったら土曜日塾おいでよ。あ、本当だね、うん、インフルエンザじゃなかったら 塾もそうなんだけど、練習がもうほのかがこの間こもってやって、練習の方が心配になってきた。でね、あ、裏面もじゃあちょっと言っちゃう。はい、
まあ裏面は、はい、裏面はあのキッズステーションクラブの、そうですね、紹介と、あと今回のテクニカルスタッフとかのクレジットだね。うん、そうです。今回は、舞台監督総出くんで、はい、株式会社イマジの総出社長、はい、そしてプロデューサー、音響が安野さん、うん、はい、でテクニカルスタッフでは照明が福田音響さんかな、はい、でプロデューサー沢さんで、制作が清水さん、はい、で脚本演出が俺で、ダンスの振り付けが弓蔵、ダンスの振り写しがディナ、リズムパーカッション指導白鳥で、ほのかもクレジット入れてあったで、ほのかは歌の練習サポート、これからちょっと歌の練習全員の分サポートしてもらう、はい、あるがほのかで、特別講師で田島久美、元高塚会議団子ども地球サミット応援団長で、エコブルームからはドラム白鳥、ドラムで今回やります、はい、でギター林、ストームサックス美和、ベース高田源三郎、セカンドギターでマイカ、はい、で友情出演でキーボード堀さん、ギター井戸さんっていうような感じで、はい。そして日程が、2012年3月25日日曜日、15時半会場、16時開演、場所は南都のコミュニティセンター、入場無料です。上条くんとかも来いよ、ぜひ、上条くんも後輩連れておいでよ、うん、で、入場料無料、持ち物が、座布団、スリッパ、靴袋、温かい支度でお越しください。そしてタイムライン上で、もし南美濃村のところまでこのキッズセッションクラブの、スプリングリサイタルを見ますよっていうのが方がいらっしゃいましたら、このタイムライン上で申し込んでくださっても構いません。はい、そんなわけで、お知らせはそんな感じです。そうですね、はい、はい、タイムライン上でも皆さんがここに会話してくれてますね。そして坂さん本当にありがとうございました。アーカイブ、はい、あ、タコスケさんのアーカイブは杉並区のゆるキャラ波助だ、あ、アイコンですね。南ミノワ村のマックなんかゆるキャラ最低松ぼっくりなんだけど、どう見たってトウモロコシにしか見えない。あれうんこに見えるじゃん。それ、そうですか。でも伊藤さんがね、某南ミノワの高原ニューバージョンを作ると言った時にディレクターやらせてもらったんだけど、はい、子供の声がどうしても欲しいっていう時にマックの中入ったんだよね。それ、そうです、そうです。でも子供たち全然思い入れないよ、入ったけどもう嫌だ。子供たちが大喜びしちゃってで、アンコールでマックン抜き始めてた伊藤さんでもまたね、マックン着せてお前ら鬼だったよね。学費控えずで、よっしゃ、もうガキの声は収録できたし、もうマックン抜いてたらアンコールです、アンコールです、来てくださいとか言ってたら、ね、沢、エグゼクティブプロデューサーがね、その仕切りをやってたのでね。はい、で、健三郎さんもこんばんは、ようこそ。この間ありがとうございました。今度の土曜日ってどうですかね、健三郎さん。はい、まあ、それでは、はい、じゃあ、再放送いきますか。それでは、見ていた皆様も、見ていなかった皆様も、子ども地球サミット2012広報番組、1月の、ごめんなさい、1月の、1月28日じゃない？そうですね、1月の28日放送しました子ども地球サミット2012広報番組を、再放送でお届けいたします。それでは、VTR いけますかね、はい、はい。それでは VTR スタート。2012広報番組始まりました。はい、あずみです。りなです。よろしくお願いします。ごめんね、延長したのはね、ウパ散歩が
なんか飛んじゃったのデータが。なんか原画悪いじゃないですか。え、そんなことないですよ、はい、神様です。やめろって言ってるんじゃないのそれ。いやいやいや、そんなことないですね絶対。皆さん、パサンコを楽しみに来てくだされ。はい、噛んでる。もう滑舌ザカさん、ザカさんが再確認アーカイブ大丈夫です。バッチリです。はい、バッチリです。いや、もうね、画面の真ん中に貼ってるもん。あ、動かしたら見えるみたい。はい、そう。あとはタコスケさん、ザカさん、はい、そしてヨウコちゃん、ほのかも、あ、ほのか、キンバスさん、トレインエムさん、トレインエムさん、シュウカムさん、シュウカムさん、シュウカムさんはまだですね。はいはい、みんないっぱい来てくれてます。ありがとうございます。ありがとうございます。オッケーですかね、ちょっと喋っててね。ありがとうございます。はい、じゃあ今日の流れをざっと紹介します。はい、はい、次はうぱさんぽ174回目です。はい、はい、でその次は今日もなんとゲストが来てくださってます、はい、2人も来てますからね。2人、あ、そっか、2人です。じゃあゲストにはまだ全然打ち合わせしてないから、どんだけ無茶ぶりに耐えれるかっていうのをやってもらおうか、はい、全国区で恥かいてもらおうか。じゃあ、はい、じゃあ KC に。今ですか。まだまだまだ、はい、今カメラワークだ。はい、じゃ次はなんか糸さんから。はい、そうだね、今日はね、そのゲストとともにちょっと話、ちょっと俺が議長になって、その話したいことがある。これまだ言わない。言ったら面白くないもんね。言っちゃった。で、あ、でディナーのダンスの続きがあって、楽しみ。で、今日のメインはなんと、なんと、スプリングリサイタルの綾野ソア、まゆみちゃんがやるショートミュージカルの、これいいと思う、綾野すごい、脚本完成、イエーイ。それドラマティックです、はい、すごいドラマティックです。で、ね、今ソアとか綾野にも、綾野ちゃんだから、綾野ちゃんもまゆみちゃんも見るように全部伝えてる。あ、今業務連絡です。清水 P、 この番組を見ておりましたら、まゆみちゃんのお母さんにも電話入れて、まゆみちゃんに見るように。はい、業務連絡ですね、お願いします。なかなか色のチャオって来てるね。チャオ、これフェイスブックじゃないかな。フェイスブックなのかな。新しい方ですか。てかね、多分イタリアかと。お、チャオチャオチャオ、外人さんじゃない。はいはい、じゃあその次、楽しく、あ、で、なんだっけ、で、歌、そうですね、歌もぶちゃぶりで、まだ言わない、はい、するかわかんない、歌のコーナーもあると、はい、また盛りだくさんでいきます。はい、はい、お楽しみに。行こうか、はい、行こうか。今日は174回目です。もう174回目だよ。本当ですね、すごいね、すごいね、うん、はい、よし、頑張ろう。おぱさんぽというのは、はい、ここ、違う、子ども地球サミットが行われている長野県のいいところを、はい、清水プロデューサーが散歩して世界中の人たちに、あれ、違う、あったよ、え、長野県のいいところを紹介するというコーナーです。なんかちょっと文がおかしくなった。世界中の人たちに紹介するというコーナーです。はい、はい、VTRスタート。今日は箕輪町三日町に来ています。東山三霊歴史コースの中の一つ、秋宮社というところに来ています。こちらでは、武田信玄、木津義仲から、朱印状の寄進があったそうなんですが、今ちょっと神社の中には残っていなく、ただ書籍には残っているそうなので、こちらは歴史ある建物になりますね。そして、ここはですね、害獣退治、また武芸鍛錬を兼ねた、武見中田の子と御子とが、祀られています。もう1月も、半ばになると寒さも厳しくなってきました。こ
こでは、いつものようにその、狛犬様ではなく、こちらですね、なんていうんですかね、石の建物ごめんなさいが建ってますね。そしてここは、こういうように、祀られていますが、この中結構古い建物みたいですね。扇子に長男生まれましたと書いてあります。ここきっとみんなが何かその生まれた子供を守るためにすくすくと元気に育つために、こちらの方お参りに来るようですね。そして、こちら神社の横にはなんと、今年の干支でもある辰の字が、入っている天竜川です。天竜川今日は、風はちょっと強いんですが、流れも穏やかな流れになってますね。そしてここからは、箕輪町が一望できますね。見えますか？今日はあいにく山の方では雪が降っているらしく、奥の方では山の奥の方では白い雲に覆われてしまっていますね。はい、そして裏手はなんと何もないところですね。ただ鳥が、たくさんこちらの方にいますね。お、そしてこちらの方は、ちょっと川が流れていますね。天竜川からちょっと分岐されたものなんですかね。こちらの神社の建物のこの横手になりますね。こちらですね、道路の近くなので、車通りは少々ありますが、穏やかな空間が時間が流れています。秋宮社、歴史ある建物を見るとなんか心がほっとしますね。はい、それでは、今日は天竜川を、見ながらお別れいたしましょう。それではまた来週、アズリナバイビー。アズリナバイビーでした。はい、はい、今日は箕輪町のね、はい、ね、ところでした。あ、秋宮神社、はい、秋宮社、あ、じゃあ秋宮、秋宮社、違う、秋宮社かな、まだのね、秋宮社、秋宮、秋、まあ、清水さんがタイムラインでフォローしてくれるでしょ。すいません、はい、はい、じゃあ続いてはじゃ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 ーん。ちょっと待ってね、綾乃ちゃんとか楽しみしてるらしい。おー、綾ちゃんが、いやこれはねとても良いと思うよ、はい、頑張って。もうね、小学生とは思えない。はい、 Facebook で風間さんの人たちも見に来てくれてます。はい、はい、ありがとうございます。ありがとうございます。風間さんってこんばんは、なんて言うんですか、なんだったっけ、スタ、なんだっけ、なんだ、出てこない、ロシア語でなんか言うんだよな、出てこなくなった、なんか難しかったよね、一回言ってたじゃん、一回使った、あーあー、なんだったっけ、あのなんか、ね、マヤがカタカナで打ったやつだ、そう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 、さんがやる、安江ちゃんがね、昨日来てたんだよね、いたら聞くんだけど、はいはいはい、今、今日はね、タイムライン、昨日はね、東京から週刊さんとギブクラワー安江さんが
なんのこっちゃに参加しに来てましたね。おー、で、今日帰って、はい、はい、おっしゃ、オッケー、ゲスト行きますか。はい、行きますか。まあ、広報番組っていうことで、地元、南の輪にも子ども地球サミット広げようっていうことで、はい、はい、どうぞやるとかやる？え、いいか、いいか、え、やろうよなんてやって、そう、なんて言おうかな、適当でいいよ、はい、その時に思い浮かんだ言葉どうぞ。いいっすか？せーの、スーパーゲスト上条先輩とスーパーゲストマヤ先輩。イエーイ、イエーイ。はい、カメラこっちです。上条先輩は本日2回目でございます。はい、ございます。上条先輩2回目。はい、声がしてもらっていいかな。はい、はい、こんばんは。こんばんは。で、マヤ先輩だよね。マヤ先輩ってすごいね。はい、荒井じゃないですか。荒井じゃないですよ。そう、マヤちゃんっていうのが子ども地球サミットにいて、まあ、あの一番初めにデビューした子なんだけど、そうそう、同じ名前なんだよね。性別は違います。はい、マヤくんです。はい、マヤ先輩です。マヤくん、ちょっとじゃあ初めてなんで、今全国の人が見に来てくれてるから、あの自己紹介ちょっとしてもらっていい？黒田マヤです。黒田マヤ、はい、はい、クラブは一緒なんだ。あ、何でもいいよ。クラブはテニスをやってます。おー、で、他自己 PR して、あ、みんなが、はい、特にないよね。あ、ストラットブイチェ、ブイチェ、ブイチェ、あ、こんばんは。なんかそんな感じだった、なんかあったよね。デトラ、はいはい、ごめんごめん、はい、今ね、カザフスタンの人が見に来てるから、ズトラストビーチェ、ズトラストビーチェ、ズトラストビーチェ、こんばんはって言ってる。ストラクソビーチェ、ストラストビーチェ。お前クソしか聞こえない、クソしか。ちょっとマイクで喋っててさ、実はスカイプとかやってるって、中学生で俺知ってんの初めてかも分かんない、スカイプ、この地元で。そうなんですか。やってるんだよね。あ、はい。スカイプって何、どうやってやり始めたの？なんか PSP でインターネットのところとかを見せたら、 PSP ってゲームのことだよね。あ、はい。でスカイプがあったらやってみようって。あ、で、ゲームで何、 PSP っていうのは相手と対戦しながらやるんだよね、多分。あ、はい。で、それで全国の人でやるってこと？いや、でも今俺の持ってやつだとできないんですけども、インターネットのところでなんか探してたらあったみたいな。まあ無料だもんね。あ、はい。で、今どんな使い方してるの？ぶっちゃけて言う、番組で言っていいことだけ言ってな。番組で言ったらまずいこと言わない。そんないかがわしいことじゃないです。いかがわしいことっていうことは知ってるってことだよ。そう、青年ですから。どう、ちょうど、うん、どう、そのフェイスブックとかは名前を聞いたことあるんだっけ？あ、はい。ツイッターは？あ、聞いたことあります。本当？今日じゃあこのニューストリームっていうのは初めて？あ、はい。あ、本当？見たこともない。上条の家でちょっと、あ、家で見たことある。あ、そうか。あの、こんな形でやってるっていうのは分かったんだ。あ、はい。すごい面白い。これはね、今カザフスタンの人たちも遠く遠く離れてるね、ロシアの方からね、の人たちも今同時に見れてるっていうことはすごいことだよね。すごいですね。うん、で、ね、そうで、基本的にあのアズとリナがやってる番組は、その子ども地球サミットって南米で開催してるそのイベントを広報では広げていこうということで、今ね、今年の開催も8月3日から5日に決まって、今年はね、村民センターというところでやるんで、300人、今までは小学校の体育館を特設ステージガー作ってハレハレにやってたの。ただね、もう、まあ、こういう時代が来て、会場はその時800人入ってたのね。でも300人会場でもこうやってインターネットね、世界中に発信できることができるよね。で、やっぱり正直冷房もあるし、体育暑くてさ、で、まあそういうことも含めて今年は300人会場でやる。ただ整理券とかもう正直もう取り合いになってるんで、毎年あっという間になってます。そういう意味では今まであんまり中学生とかに広がってなかったところにどんどん広げていこうよっていう形で、今ゲスト上条君から中学生で、どういうふうに、だから例えば何、マヤ君の友達なんかね、スカイプやってるってことは
まあ、知ってるワードとかスカイプ。あ、知ってるのは知ってる。ここでマヤとやったの。ああ、そうか。これでな。あ、マヤって、荒井マヤで。荒井マヤ。俺じゃないですね。あ、まあ、マヤ先輩。そういう子たちっていうのは、まあ、インターネットとか、はい、うん、詳しいんじゃない。詳しいですね。本当。どんなこと使ってんだろう、みんな。基本的にはゲームあるの。まあ、ゲームとか、動画見たりとか。動画？ああ YouTube？ はい。どんなの見るの。なんか、うん、バカなことやってる動画っすね。え、例えば？なんか顔中にムヒ塗ったりとかなんか。私この間コーラで髪の毛を染めてみたっていうのを見ました。すごいんですよ。コーラで染めるの？コーラで赤くなるんですよ。コーラ風呂に入ったとか。それ噂つくな。あるね。なんか赤くなるの。メントスコーラとか。メントスコーラ。その風呂に入ったとか。あーメントスコーラ。見た。何それ中学で流行ってんの？いや別に流行ってないけど。最近テレビとかよりもそっちが見てるとかよく聞くんだけど。そうなの。そうっす。本当。やっぱりみんな基本的には家でインターネットで自分でそうやって探すんだ思うよ。関連でどんどん出てくる。本当。そういうこともっと聞かせてよ。YouTube をも YouTube も子ども地球サミットっていうのは公式になってる、うんうんうん、だからいろいろデザインも変えれるし YouTube も今から研究しようかと思っていっぱい、ね、世界中の人が見に来てくれるもんね。 YouTube も面白いことやれば、だからなんか面白い企画で YouTube のビデオ作ったりとかさして、まあアホなことやって子ども地球サミットって言われるとちょっと恥ずかしいけど神獣だな気持ちやめてくれよお前どんな映像がおすすめ。上条の鼻からちょっと待って、ちょっと待って YouTube であるだ。あ、あります。ないよお前、ないよ。いや、コーラを鼻から入れて口から出す。話を勝手に進めるな、お前。コーラを鼻から入れて口から出すとかなんか。滑ったらどうすんだ、お前。映像であるってこと。ないよ、なんかメントスコーラを鼻から入れて。それはあるかもしれないけど、俺のやったのはないですよ。いや、やろう、やろう、やろう、上条、やろう。やんないよ。あ、タイトルつけてたら、あの検索で出てくるかもわかんない。タイトルつけてなかったらもう本当ミュージシャン見れないかもわかんないね。そうか、やってみるか。やんないよ、絶対やんないよ。そんなそんな鼻グッてくるよ。何コーラを鼻から入れるの。なんかメントス、メントスをコーラに入れるとシュワーってなるんですよ。めっちゃ面白いよね。で鼻からだから入れて口から出すって汚い。汚いってほら聞いたかお前。お前だからできるんだよ。いや俺だからやっちゃいけないんだよお前。なんか似合う似合う。やめてくれよお前。それなんか意味あるの。いやないっす、ないっす。ないよね、くだらないよもう。いやそれがバカでいいじゃん。そういうのもあるけどさ、そういう笑い方は良くないと思うよ。似合ってる。例えばさ子供地球サミットの、まあ、こういう広報番組を、まあ、YouTube で例えば紹介しようとしようよ。じゃあどんな形でやればなんていうの、若い子たちに受けたり、やっぱり笑いがいいの今、笑いものがいいの、うん、まあ、笑いものが、まあ、いいのかなっていう。上条くんなんか何見てるの。俺は、普通に芸人のネタを見てます、うん、どんなの、例えばそれ鼻からそんなことはしません。いや、ろうとしてるじゃん。そんなの、吉本でもいたよな、鼻からうどんすすって口から。え、いたっけ。できるのお前。できないよそれ。やろうよ。やった人、誰だっけ、あのやった人、なんか韓国でやったらしく、死んじゃったとしたら、いや知らない。韓国でやったらしかったんですけど、みんななんか言ってる。まやちゃんとまやくんか、微妙。メントスコーラを飲んでみた、やってだって。お、よかったな、上条。やめてくれよ、ちょっと上条、口の中にボカッと入れてみたら。いや、それ、えのくんが東京から今度来た時には会いたいってね。会いたいって言ってるよ、お前ら二人に。あの、まやくんがかっこよくて、うん、あの上条くんがかわいいって。じゃあこれはちょっとこの方の発言はちょっと。こうじゃん、こうじゃん。ブブー。きっと思ってるんだよ。全然違う。二人とも仲がいいんだね、漫才してるみたい。ほっしゃ、ほっしゃ、ほっしゃ。あ、そう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 。ああ。え、ほっしゃそんなことやるんですか。やる。上条目指せ。あれ上条目指せ。じゃあ唯一ほっしゃんだけ受けたんだよ。韓国でやった時なんか他にもなんかあタンバリンとかいろいろオカマとかいろいろいたけどもう悪くてなんか唯一欲したんだけあれ鼻がうわっとか言ってなんか受けたんですよそれ。じゃあお前受けるんじゃないか。そういうのじゃないよお前。お前芸人目指してんじゃないの。目指してない。え、言ってましたよね。言って芸人か。食べちゃったお父さんと言ってさ、なかなか面白かった。
出川とか上島を目指してるって言ってただから、お前は勝手に人の将来を作るな、お前だから、いい、何、あの、体張る芸人じゃん。ああ、それがいいらしいっすね。よくないよ、そういうのそれ嫌だとは言う。それが一番やりたくないんだよ、俺は、お前チラリー、鼻から牛乳チラリー、鼻から牛乳。誰だっけ、この歌作った人。お前、ちげえよ。まあなすごい流行りましたね、これは。はい。じゃあ、もっとさ、中学生、まあ、YouTube が YouTube 以外になんか、インターネット系で流行ってるものってなんかある？ああ、私はやってないですけど、うん、最近は、うん、クラスでは、チャットとかアメーバピグ。アメーバピグ。あー、それ何？ゲーム？なんか、ゲームみたいなんですけど、自分のキャラを作って、うん、アバターってやつな。そう、アバター作って、服とか買ったり、お金貯めたりしながら、いろんな人と喋ったりできる。だから、あの、このアメーバビーグっていうところに行くと、いろんな人がいるんですよ。うん、で、それで、撃つと、言葉を撃つと、それが表示されるから、それを通じて、あ、カットね、チャットみたいなやつ。すごいみたいだね、うん。え、それが今回プロ野球、勝ったんじゃなかったっけ？アメーバ、あ、違うかった。新しいから。横浜ベイスターズかなんか、プロ野球に参入してきたの、あれ違うのか。よく分かってんのかな。ゲームの会社が、アメーバビッグとかやってる？やってないっす。それやらないんだ。あ、はい。やってます。やってる。おもろい？でも最近やってないです。中学生、なるほどね。他に勉強するの？ああ、あと、カモン達夫だよ。すいません、あの、YouTube に戻るんですけど、うん、あ、いいよいいよ。お兄ちゃんの友達が、うん、おたげ踊ってます。あー、あいつだ、あいつだ。わ か, かんの？やってますね。なんか3年生結構やってます。オタクがいっぱいやるもん。あ、こいつたまになんかさ、教室からベランダ見ると踊ってるもんな。すごいですよ、あの、すごい上手い人はね。あれ上手いとこあるの？あるよ。え、不気味なだけじゃない？悔しいんじゃない？悔しいじゃない？詳しいよね、お前。あ、不気味なんだ。あ、ごめん。あ、そうか。まあ、いっぱいやってる人いるもんな、これ見てる人、うん、あの、久米田先輩ね。あはははははは。塾の先生は京都大学行ったけど、実はそのオタゲが得意。デューの嘘だよ、本当。いや、やってると思うよ、あいつ。一人で。あ、やってそう。やってそう。あ、信じよう、信じよう、信じよう。はいはい、信じよう。嘘嘘、はい、アルとかリナの番組見ながらやってる人いっぱいいると思う。画面の向こうで神女やって。もっともっともっと広い世界で一人で。いや、神女歌ってる時ある。やろうぜ。それないっすね。面白い。でもあれ誰が考えたの？結構あれ誰でも出る。でもなんか、いや、なんかこれってここの激しい動きは、うん、結構腕の筋肉必要ですよ。でもみんな体力ないやつが音上げるじゃないの。それはない。本当だってね、すごいもんね。はぁはぁ言ってやってるの。うん、俺さ、初音ミクって知ってる？知ってます。知ってる。詳しいよね、もうここら辺からは。そう、俺その、アズのお姉ちゃんとかから教えてもらったのね。あの、初音ミクの映像見たんだよ。で、井戸沙羅はその、普通の人間のアーティストの仕事とかってやってるからさ、びっくりしたよ。全部東京だって。なんか4000人ぐらいその男の人たちがザーって言って、初音 3D の映像か、 3D の映像、初音ミクがまあ立体で出てきて、ほんで初音ミクの歌に合わせて会場イヤーとかつって俺もう、なんかすごい自信なくなったもん。コンサートとかやるの初音ミクに負けたとかと思って。初音ミクあれだって歌作ってんのは一般人ですか？そうです、ボーカルだったんですよ。あれ、それ投稿したらやべ、めっちゃ人気出たって感じだもん。あの、あい、ヨーコちゃんはアメーバピグがハマると危険って、金がかかるよって言うよ。あ、確かレイナもアメーバやってる。メメもやってますね、確か。俺聞いちゃった。ほんと？え、メメやってんの？レイムさんの妹さんもやってるってよ。ほら、やっぱりみんなやってるんだよ。いや、今度ちょっと俺勉強しよう。お金、だからよくちょっと聞いた。あの、その服買ったりとか、いろんなものを買うんだよね、みんな。ああの、イガンのハウスみたいなのか。セカンドハウスみたいなやつ。ライブ、ライブみたいな、うん、セカンドライブ。うん、アメーバビッグね。子供地球サミットのキャラクター作って入ってって宣伝しようか。
ようこちゃんがおすすめ動画でバカっこいい日常生活、あ、見たことある気がする。なんだろうこれ。 YouTube がやっぱおもろい今、動画サイト。 YouTube は結構だってもう世界中だよね。確かに歌とか見たりする時も YouTube じゃないと見ないです。この間あのサワープロデューサーからあれ女の子のハードロックなんだっけ、あのちっこい子、幼稚園ぐらいのさ、8歳の女の子が、ハードロックをな、大人のやーっとハードロックを8歳の子がメタルハードメタル、そうだ、うん、ヘビメタっていう音楽をさ、8歳の子が歌いながら、ね、演奏はもう大人がギャーンってやつだよ。それが10日間、3日目で1000万画面に来たの。そう、世界中ので、メタルのジャンルではナンバーワンにやったのね。そうそう、メタルを見てる。正確に言うと1000万人見に来たから、うん、iTunes 側がこの曲 iTunes で売りましょうよってなったわけよ。で iTunes で売り始めたら、もうたかだか、もう今ランキングのナンバーワンになってる。8歳の子すごい。で、すごい可愛いよな。もうここにピューって画面にらみつけるのも可愛い女の子なの。ただここに幸せだからギューと睨んだりしながら、でトランポリン乗りながら、でもそれがハードロックのヘビーメタルの音楽にめちゃくちゃ合ってんのよ。完成度めちゃくちゃ高い、映像は。でもそれがさ、全然世界中の知らなかった女の子がさ、たった3日で1000万人が見に来るっていうのはやっぱりあるよね。あ、オーストラリアだって。オーストラリアの子か。でそれが沢さんからこの間教えてもらってめちゃくちゃ楽しかった。最近ほらもう YouTube の中の面白い映像じゃないけど、なんかよく見せやすいよね、見つけて。面白い情報がね、メールマガなんかにもあってね。やっぱりね、英語とか言葉の壁はやっぱりあるよね。英語とかだったら世界中の人が見に来てくれるっていうのはあるよね。なんかね、ヨーロッパの知り合いとかがさ、例えばこの番組見てもパッと、あ、北朝鮮の番組だもう日本人のパッと見たら、あ、北朝鮮の番組だとかって思っちゃったりする人いっぱいいるみたい。だから日本語がこうやって出てくるじゃん、だハングルに見えたりするみたい。あ、英語だと結構いらないもんね。日本人のやつ出てくる滑るぞお前。あ、そうそう、で上条くんの実は特技が、実は彼は日常は中国語喋ってるらしい、家では。すごいとかと思う。だから昨日初めて聞いたんだよね、うん、ちょっとさ、中央語でさ、はい、自己紹介中央語で伝えてみてよ。名前とかできないと思うんですよ、ね、いや、やってるよ、しゃべってるじゃん。頑張れ。今ではシンガポールの人たちも見てるから。え、どうしよう、中国の名前言った方がいいですか、それとも日本の名前。中国の名前で言って、で自分の名前の自己紹介ちょっと簡単に中国語でやってみて。はい、無茶ぶり。はい、どうぞ。我名字是蒋小琴。どうすればいいですか。子ども地球サミットがここ長野県で開催されています。無理なんですよそういうの。まず自分の知ってた単語でテニスやってますとか、そういうの。あ、いいよ、何でも自己紹介してみて。何歳ですか。うん、我是14岁呀。あの、で学校で打网球。すごーい、すごーい。今何て言ったの、ちなみに。14歳でテニス、じゃあ学校ではテニスをやっています。すごい。好きな子は誰々ですとかちょっと言ってみて。はい、中国語で言ってくる。中国語で誰もわかんない。誰もわかんない。ちょっと大丈夫、わかんない。名前もわかんないんですよ、俺。どう言えばいいのか。じゃあそれは日本語でいいよ。それ日本語でいい。いやアウトじゃないですかそれは。いやお前引っかかれよそこ。いやなるほどね。だから要は中学生とかの君らの年代の人たちに、まあ、この番組もなんだけど、どうやって広げていけばいいかとか相談乗ってよ、本当に。そういうな、だ YouTube の映像なんかもすごいアクセス来てるのあるんだよ。例えばダンスの KC でやってるダンスなんかも何万人っていうアクセスとか、やっぱりダンスで踊ってるやつはみんな見に来たいとかしてくれたいとか。子ども地球サミットの去年の舞台なんかも、ユーストリームで言ったらもう、万かな、何万人が、まだ何万人だな、でも。いや、でも、でも万人ってすごいよね。去年、一昨年は、あ、ごめん、
子ども地球サミットは体感でやった時にユーストリームこういうのやったの。あのイナケーブルテレビってあるじゃん。あそこの人たちに手伝ってもらって、でそこと提携取って、会場で流したらね、トータルは2万5000人来てくれた。でも2万5000ってすごいでしょ。すごいっす。田舎でやって800人か、客席は800人なのに2万5000人とかいうのはやっぱりすごいよね。すごいっす。だからいろんな可能性があるってことだもんね。マヤ君もまあちょっとインテリ、上条くんなんか芸人っぽいけど、うん、そうっすよね。じゃあお前がそういうのに仕立て上げてんだよ。仕立てるね。でもお前ならそっちのキャラでいいよ、芸人っぽい、うん、それちょっと抜けた、アホキャラの方がなんかいいわ。あ、そうですか。そうそうそう、それでいけ。で、まやくんなんかちょっとインテリジェンスっぽいじゃん。あ、聞くとこによると、俺ほのかから聞いたんだけど、学校でもよく寝てるらしいじゃん、授業中それでも先生に当てられるじゃん、答えるんだって。そう、ちょっと嫌な思い出あったね。今思い出したでしょ、ちょっと。なんか寝てても先生に当てられたら答えバシッと、めっちゃかっこいいよね。言えないの。それちょっと脚本でも使うと思って、メモメモ言えないのもあるよ。答えじゃない、説明しなさいって言われた。はい、バイリンガルなんだ上条くんは。そうですね、今日はね、お父さんもお母さんも来てくれました。今日はね、体験で塾も、体験の塾を。どうだった、英語とかやってみて。あまり真面目にやってるだろ。あ、はい、日頃こうやってふざけてるの俺だな、こうやって。でもやること時はやると。どうだった、感想。リナのちょうどお兄ちゃんのやつ、タクマ君の見てる。あ、結構なんか真面目な雰囲気な空気で、なんかすごい勉強してたなと。答えてたら、あの英語がバーって言ったやつを、うん、ずっと音楽かけてんので、ループしてのね、一つの言葉、あの英語、英会話でもね、タクマはほとんど全部聞き取れるようになった。早い、もう普通のテンポでな、うん、英会話だもんな。もうほとんどっていうぐらい聞こえてる今。だからやっぱり耳が慣れてきたっていうの。英語は上がったって言ってました。もうすごい上がったって言ってた。ほのかがね、マヤは頭がいいですって、これタイムラインさ、マヤっていうのをマヤ君の本当のこの、ほらほら、ほのか、このカタカナでマヤって残すと、マヤが見たら、私が頭で違うよ、マヤじゃない。子供地球サミット関係の子らは、マヤって言ったらもうマヤのことだもんな。もう、この、ほら、画面にちょっと下行ってみな、その、いや、発売してるやつが、あ、マヤって出してるね。そこ、じゃあ、こっちの、そうそう、この下、ほら、それが iTunes で2つ、それがマヤな。で、真ん中のやつがほのかとか。そこをクリックするとね、iTunes に行くの。はい、じゃあ、よっしゃ、こんなところで行こうか、ダンス。はい。10分ぐらいでまとめてもらおうかな、今日は。10分、はい、おさらいも。何も、あの、打ち合わせして。ちょっと、上条くんと、まえくんは、ちょっと今から見学。あの、ちょっとね、リサイタルのダンス。あの、リナが振り付けてる部分を、ちょっとやり始めてるのね。ミトさん、はい、ほのかが。黒田って呼べばいいんじゃないですかって。いや、マヤ君の方がいい。おかしいお考えたらそうだよな、上条君って言っててなんでマヤ、マヤのイメージがあるんだな、やっぱりな。まあどこでもマヤ先輩にしとけば。マヤ先輩、そうだ、マヤ先輩。ほのかも、ほのか、そうだよね、ほのか、マヤ先輩とか、マヤほのかだって。ほのかは黒田君って言うよ、これから。じゃあほのかにあだ名つけてもらったら。黒田君でいいよ、ほのか黒田君って呼べば。え、あだ名つければいいじゃん、黒田って。黒田も、お前らネーミングセンス。不細菌。もう最後の言葉の最後に何かをつけるのが好きなんです。おはよう、うなぎ。あ、それそれでもただいまやすい。でも、ただいまや。地獄だ、じゃあ行きましょう、はい、ダンス。ダンス、レッツダンス。レッツダンス、レッツダンス。画面下に入ったから、ピンピーで。それここ消したり、はい、ここは消えるよ。よいしょ。はい、椅子はおさらいからですか。おさらいからいきますか。ちょっとすいません、まだ一番も何もしてなくて、はい、まあでもいいんじゃないですか、即興は。すいません、即興ってことで、はい、すいません。ああ。はい、こないだの続きからいきますか。そうだね、はい、約10分ぐらいでまとめてくれたら嬉しいです。最後にアイナとかが待ってるんで。違う、
クロちゃんだって、クロちゃん。あ、じゃあクロちゃんの決定。クロちゃんです。この子からクロちゃん。じゃあジョージョー君にクロちゃん。クロちゃんです。はい、そのことジョージョーにしてもらおう。うちらはマヤ先輩。はい、マヤ先輩。そりゃそうだな。え、マヤ自分のことだと思わなかった。え、私マヤ先輩だって言うから。マヤ間違うってだから天然だもん。マヤ、クロちゃん先輩、急に私偉くなっちゃったみたいな思うで。みんなやっぱり私のこと先輩だと思ってたんだわって。じゃあ、はい、いきます。はい、じゃあ先週のおさらいからいきましょう。はい、あ、すごい分かるね。うっぱ、うっぱってのか、うん、俺あんか見たら分かる、わかった。あの、すいません、ちょっと思ったんですけど、これ上半身しか映ってないじゃないですか。ああ下半身映ってないから KC の子には分かりにくいと思うんで、あの、あれです、ね、あれです、 KC の時にちゃんと教えて。あ、そうだね、明日ね、また。はい、これこれ上半身だって。明日オーディションです。ああ、ね、ああ、9時半集合。オーディション受かった子だけだよ。10時間のレッスン。おお。やばい、どうしよう。でも、まあ、まだまだ大丈夫だよ。これでまだ痛いから。何これ、もう痛い。なんだ、なんか落ちてました。はい、じゃあ行きましょう。はい、行こう。じゃあ次だけ。え、本当？覚えてるか。え、待って。そこはいいよ。ここからサビから、まあ、できるかもね。3、はい、待って待って、安田大佐がそのクロちゃん真面目じゃねえか。分かり、そっちで5、6、7、8 1、2、3、4、5、6、7、8 1、2、3、4、5、6、7、8 おー、すごい。あ、間違えた。でもできてる、できてる、すごいな、やっぱお前も。タッ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 。はい、そこから行くか。はい、そこから行きましょう。さすがだよ。細かいところはやっぱりちょっと違うけど、はい、そこは大丈夫です。厚みならなんとかなります。すごい、すごい。はい、どこまでやったか。これちょっと、うっ、うった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 、切れる。ここがね、あずみはね、こうなってるんだよ。はい、こうなってるんだけど、はい、本当はタッ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 みたいな、こういうリズム。タッ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 タ、打った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 。あ、違う、これ蹴んなくていいや。あ、タッ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 、ん、ええタッ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 タ。もう一回、うん、お願いします。クロちゃんとか行ってみたいけど、前でせーの、たたた、あ、ちょっと待って、せーの、手なし、はい、足だけで、せーの、たた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 。あ、ね、え、わかんない、こういうのね、意識しなくてもいい。あ、はい、これはたた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 たみたいな、一生懸命足ちゃんとここを、足をこうつけば、こういうのできるよね。たたたたたたた。うわー、ごめん、さあちゃん、これカメラ動かしちゃった。あ、私がこんなところに椅子を置いたから。そっち側じゃなくて。そうだよ、もうでも、まあまあまあ、はい、はい、はい、ね、はい私は、はい、だったったこうやってやってたじゃん、こうやってちょっとさ、はい、ちょっとやったじゃん、そうやって、はい、だけどだけど、そういうのは意識しなくていい。はい、あれ、タン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 のリズムだけど、あ、スリラーだ。え、タン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 って、うん、はい、それでちょっと このリズムを加えると、あ、けないけない。タン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 。うん、そうそう、こうちょっとこうなるとかっこよい。タンタンタン。オッケー。と思われます。はい、じゃあここからいきましょう。え、せーの、ワン、アー、ツー、アー、スリー、アー、フォー、アー、ダッ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 ダ。難しいね、難しい。ワン、アー、ツー、アー、スリー、アー、フォー、アー、あー難しい。
蹴るな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 って命じて蹴るな蹴るなって蹴るな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 蹴リナが指導するダンスのレッスン中です。下映ってまいりました。はい、入れよ。はい、入ってます。じゃあもう一回。ワンアーツアースリーアフォー。はい、せーの。ワンアーツアースリーアフォー。あー。え、蹴った？ちょっと蹴った。あずみ？うん。じゃあ、あずみじゃん。タン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 。あーそんな感じそんな感じそんな感じオッケーさすがオッケーオッケーリナはやっぱすごいなよく分かる教え方が素晴らしいですよ分かりやすいよね分かりやすいです、うん、えい今日はここまで変わってるすごいまだ行くここまでですかここまで今ここ今復習もえじゃあ終わりですかいいよ今でいいよ次行くとこまで区切りいいとこにして明日は本番だもんあーでもここが一番区切りかなじゃあ区切りいいとこでやるよすいません、じゃここ待って今日はここまでじゃあおさらいここ加えればあ、ちょっと最初いいですかはいタッタン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 あれからこうやって入れるもう一回言ってもう一回言ってよタンこの時にちょっとこっちに寄り替わってタン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 待ってタン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 あ、違う2回やるんですよ、これを1,2,3,4 タンタンタンあれから、はい、1,2,3,4 こっちタン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 あれからごめんなお母さびあれからあ違うえこっち違う足が違うそうこれね持ってくるときに引くんだよんあれから数えきれないえ数えそれ合ってるあ、今当てられたっけここからやってくれるタタタタタタタわぁ違うえ、嘘あれあれわかんないじゃあここは明日やりましょうはいタもう一回やってじゃあリナお願い悔しがってくれタタタあれから数えきれないいいねごめんえタタあれあれからなんかね、なんか早いんだよねうん、まあ、やりましょうはい、やりましょうじゃ足見えないから足見えないから、はい、前回のとこからしますちょっとずれてるかはい、どこからせーの5,6,7,8 1,2,3,4,5,6,7 せーのあー、違う早いねじゃあここからいきますかあ、はい5,6,7,8,1,2,3,4,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 5,6,7,8,1,2
こから行こうか。はい、行こうか。審査官発表。ここはまあ明日頑張りましょう。これはね、実は沢プロデューサーから。まあ、明日完璧にしますね。画面変えます。そうだね。ちょっと待って。これこのままで。リズムが難しいですよね。サムは。はい。チャオじゃん。サムデーはね、うん、そうだよ。リズムが難しい。うん。流れ。たたたた。たたたた。おお、そうやってやるんだ。はい、ほのか、パチ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 、明日教えてね、だそうです。はい、頑張りましょう。あとまずちょっとだけ、リナより。まず、シュウカムさんが来ました。もう揺れません。はい、お疲れ様。リナ、もうちょっと椅子にあっち行ける。はい、じゃあ、あやのちゃんと、
ストーブ消してもらってないですか、ストーブ消してほしいって。綾乃ちゃんとソアと、まゆみちゃん、要は年長で1年生2年生の子のためのショートミュージカル。はい、じゃあ本読みします。はい、綾乃とか聞いてよ。ソアちゃん役がリナで、ソア、はい、長女、はい、ソア、はい、綾乃が、はい、アズです。で、伊藤さんがまゆみちゃん、三女をやります。はい、うまいこと入っとってね、この中に、なんか、うん、はい、このぐらいですね。はい、行きます。じゃあ、どういう形で始めるかっていうと、あ、じゃあオープニング映像ちょっと、はい、懐かしの映像ちょっと見せるね。イエーイ。これは一昨年のミュージカルですね、はい、一昨年のミュージカルの中からちょっと一発、じゃあ出だしそのままいくね。まず綾乃ちゃん、ソアちゃん、ソアちゃんとか見てたら、あとまゆみちゃんかな、オープニングには今から流れる映像が流れます。で、この時は舞台に綾乃とソアとまゆみちゃん3人だけと、あとゲザバンドは、あ、ソアさん、はい、はい、もう、ゲザバンドはアコギで陽子、ほのか、あずみ、エレキがなんとリナ、はい、それ以外エコブルームも一回全部ここで休憩します。はい、君らだけ、はい、で、まずオープニング映像は間違えます。オープニング映像が終わってチャイムの音、まずはじゃあオープニング映像いきます。もうこのままいっちゃうね、リナ。はい、じゃあ皆さんいきます、いきます、どうも。父上、母上、長い間お世話になりました。自分は今度選ばれて特別攻撃隊の一員となり、いよいよ春の戦場へと向かうこととなりました。父上、母上、自分はやります。必ずやってみせます。一番でかいのをやっつけてカッと言わせてみせます。その時にはどうかどうかよくやったと褒めてください。で、ディナちゃんがエレキギターで今の終わったから、これ2回やって、で、ほのかがワン・ツー・スリー・フォー、あ、違うわ、ワン・ツー・スリー・フォて、あ、これ伊藤さんギターと合わないから、赤髪が届いて、じゃ届いて、手伸ばして、あ、手赤髪が届いて、家族を守るために父ちゃんが早く無事に帰ってきて、私たちの元へ元へ、戦争なんか
まゆみちゃん、いっぱい食べな。で、まゆみちゃんが芋を割って、半分に割って、もう一回、どうぞ。ほれ。そうは言うんだよ。そわ、そわの、そわね。はい、そわです。はい。ほれ、まゆみちゃん、いっぱい食べな。わーい、ありがとう。いただきます。まゆみ、座って、舞台面で美味しそうに頬張る。残りの芋を、綾乃にも、そわは差し出す。ほれ、綾乃ちゃん、あんたもいっぱい食べな。綾乃、静かに受け取る。綾乃、自分の芋を半分に割る。まゆみはその様子を不思議そうに見つめている。そわ姉ちゃんも、食べて。うちはいいから、あんたがいっぱい食べな。そわ姉ちゃん、昨日から何も食べてないよ。うちはさっき食べたから大丈夫。心配すんな。嘘だ。そわ姉ちゃんが食べてない。そわ姉ちゃんが食べないなら、うちも食べない。あやの泣き出す。それをあやすそわ。まゆみ静かに立ち上がり、要はまゆみだけはそれを関係なしにむしゃくしゃっと食べてた末っ子は。でも、その様子を見て静かに立ち上がって食べるのをやめて、まゆみも食べかけの芋を、お芋を半分に割って、そわ姉ちゃん、うちのも半分あげる。静かに受け取るそわ。ありがとう。みんな優しいね。みんなで芋を食べ始める。そわ姉ちゃん、父ちゃん、いつ帰ってくるの？もうすぐ帰ってくるよ。嘘つき。あの赤手紙が来て、赤紙が来て、父ちゃんは戦争に行ったんだね。呆然と姉二人を見つめる真由美。そうだよ、父ちゃんは戦争に行ったんだよ。あの赤紙は戦争への招待券。いやだ。父ちゃんは死んでしまうんだ。ちゃんとか、今適当にやってる、はい、父ちゃんは死んでないよ。姉二人真由美を見つめる。昨日、夢の中に父ちゃんがやってきて。それは夢の話です。まゆみ客席に向かって静かに続ける。父ちゃんがやってきてね、私にこう語りかけるの。あ、なんて語りかけてくれたの？一つは、父ちゃんの好きな白百合をちゃんと育ててくれてありがとうって。それからもう一つはね、兄弟仲良くするんだぞ、だって。それから最後に、母ちゃんを。母ちゃんを？ソワ、舞台面、ソワのもとへ。母ちゃんを。母ちゃんを？綾乃、舞台面、スターのもとへ。母ちゃんを、よろしく頼むぞ。だって、ソワ、綾乃、空に向かって静かにうなずく。この時のうなずき方は、父ちゃんの死を、戦場に行ってる父ちゃんの死を悟った顔。で、ここであの人の手紙がエンディングに入る。まあ簡単なショートミュージカルだけど、なかなか深いよね、うん、じゃあ歌はまだちゃんと覚えてないから、はい、だけど一回どんな感じかっていうのだけやってみようか、はい、これはかぐや姫のあの人の手紙という歌です。はい、これは綾乃の全員が、舞台の全員が覚える。こういう魚の群れに
まゆみが、まゆみちゃんとかさ、あやのとかの演技力も、もうそれのね、学校演劇やんないからね、本格的にやってもらうよ。はい、はい、じゃあこんな感じで頑張ろうか。はい、はい、まゆみ、はい、ソア、あやののショートミュージカルの脚本お披露目でした。はい、データが来ました。さっきお疲れ様でした。お疲れ様です。じゃあはい、もう8時過ぎちゃった。じゃあ上条くんと、もう一度、クロちゃんあの、ほのかが熱唱してたそうですよ。ほのかな。はい、ほのか、あやちゃんにも歌教えてあげて、明日ね、自主練で指導します。またはい、 OK。 じゃあ歌は最後一曲だけ、はい、ボーダレスかプレシャスワン。上条くん、はい、どっちが歌いやすかった？どっちでもいいよ。子供地球、マイク簡単な歌なんで、子供地球サミットのオリジナル曲なんで、覚えてください、はい、私もちらっと見るかもしれない。どっちでもいいよ、好きな。どっち、プレシャスワン。一応今日練習して、はい、じゃあプレシャスワンの、はい、今日はマヤ先輩に対して俺の、はい、MC を入れる。はい、はい、どっち？あ、ギガボかかったもん。じゃあこのままいっちゃいます。はい、でも2回あるよね。え、2回ある？1回でしょ。え、いや、2回あるよ。ほら見ろ、ちゃんちゃんちゃんの。はい、さあ、じゃあじゃあコーラスで、サワープロデューサーにコーラス参加してもらいます。はい、行きます。どうしようかな、1人になるよ。うん、そうだね、そうだね、いいよ。乗りながら行こうか。広い世界で一人でもいればそれ。Thank you.
ございました。そして神野先輩も2回目ありがとうございました。これからも子ども地球サミット広報番組よろしくお願いします。最近ね、中学生の男の子たちも無茶振りに耐えられるようになったし、マイクも初めてにしたらよく喋ってくれたな。はい、わかりました。いや、ありがとうございました、こちらこそ。じゃあ今日の感想を、はい、そうだね、はい、最初に、じゃあ先輩でしょ。うん、はい、どうぞ。いや、こんなになんか賑やかだとは思ってなくて、ああ、どうとても楽しいと思いました。あ、ありがとう、Thank youThank you. あれはでもスカイプとかもやってたらスカイプ参加もできるから、番組にスカイプで画面で出たりとか、まあ伊藤さんなんかね、カザフスタンとかシンガポールとか行くと向こう海外からこの番組に入っていくの、スカイプでで出たり、多分すごい、もういつでもできるよ。だちょっと研究してくれよ、またスカイプから。あと、はい、フェイスブックやりな、フェイスブック、ツイッターよりもフェイスブックかな。お前だったらなんか、あ、まだ教えてあげるよ、ちゃんと。あ、ありがとうございます、うん、学校がダメだって言っても教えてやる、戦ってやる、絶対やるべきだ。世界中の小学生はやってるから、事実、うん、
今のままだったら日本の子たちはもう世界の子たちに全然ついていけなくなっちゃう。本当に思う。はい。はい。リナちゃん、あと上田君か。上田先輩。はい、1回目より、まあしっかり。お、まあ、違う説。歌えたとは思うし、なんだろうな。うん、もう、1回目よりちょっと話したと思います、ちょっと。今日はな。はい。はい、なんかお前の品のない芸のことは聞いた、上条、あ、前くんから。なんか鼻から、いや、まあ、全国区でお前は鼻から、やんないからね、口から出すと。鼻から口。痛いよ、絶対鼻痛いよ、それ。それを乗り越えるんだ。乗り越えるんだ。はい。まあよかったね。まあ、2人に話してありがとうございました。はい。はい、じゃあ、はい、明日は、ダンスのオーディションがあります。なんとですね、本当に体を、はい、9時半から30分でやって、で10時からもう一人でやるんですか、最初に。うん、もうみんなでストレッチやりながら、まあ、その審査方法はちょっと弓沢と待って打ち合わせします。はい、とりあえず明日ありますので、はい、頑張りましょう。はい、はい、で自主練でリナのダンスのやつと、あと演劇、はい、でマヤとマヤちゃんで綾乃とかはもういろいろ教えていきます。じゃあ私明日あのパソコン持ってきます。あ、どうぞ。はい、皆さんパソコンも持ち込んで OK です。はい、はい、それでは、はい、次の木曜日じゃない、水曜日には大人ギターレッスンがあって、次月曜日だよ。月曜日にギターレッスンだっけ。そうだよ。どうぞ。あ、君らもだね。ギターレッスンと君はフルートで、あいつメアはサックスやって、で、アズはギターレッスンで、15時からは本当のプロのギター教室があって、で16時半ぐらいからギターレッスンと作詞の教室があって、で夜はなんと音の初吹き、この間のね「奇跡の一枚」っていう楽曲をアドリブで作った、みーちゃんが作った楽曲を仕上げていこうっていう、仕上げていこう。あれはかっこいい、めっちゃかっこよかった。見た、ハイライト、ハイライト、かっこよかったの。あれみーちゃんがアドリブでサックス吹いたんだよ。でそれがすごく出来良かったから、あれをちょっとね仕上げようと。はいはい、はい、ということで月曜日は音の初麦があります。はい、そして、はい、この番組の再放送は木曜日に9時からあるので、はい、ぜひ見てください。はい、あ、マイクね、今日の再放送は来週の木曜日の9時から、でそれを見ながら自分で恥をかくわけよ。そんなの嫌です。だから神様やさい。そこを超えてくると向けるわけよ。それを見て気持ちよくなるのよ、俺みたいに。伊藤さん自分見るの大好き。ここも好きだよ。そうそう、舞台出る子たち、まあ、別に舞台別に出なくても、それぐらいになると抜けていく、超えていけるっていう、自分を超えていける。高田さん到着しました。はい、高田さん、ギタリベーシスト高田君も到着です。はい、先週の、今日はね、あとキッコーマンも来ます。キッコーマン、後藤さんでして、ですね。はい、はい、じゃあまた来週も見てください。はい。あ、振りを。あ、前先輩。ないで。私たちが。ちょっと待って。じゃあ3分だけ伝えて、エンディング。じゃあ3分の間に教えましょう。はい。もうね、これを恥ずかしいとか思ったらダメだよ。本当ですよ。もうね、プロデューサーの30いくつの、30後半の女性も一緒に。あ、はい、すごい恥ずかしいこと30代もやってるから。俺は恥ずかしいから絶対やらないけどな。ちなみに。そんな。お前らはやる。人お前こそういうの36だよ。ごあんじゃん、36って。あ、そうなの。5以上、死者5人ですね。清水、これめっちゃ伸びる。はい、あれ、あれ、よかったの。あれ、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 全然いいじゃん。え、まだ若いですよ。まだ全然若いですよね。全然、はい、もう全然まだ無理が、はい、いや、無理ないっすよ。あずみがあずって言って、私がりなって言ったらバーイって言ってるんですよ。すっごい、すっごい恥ずかしいよ。わかるわかる。バイビー、カメラ見せるよ。バイビー、横にバイビー。ゆきよか、お前こうじゃん、お前。はいはいはい、ビービー、練習してて今。あ、前じゃなくてよ、斜めにビー。横ではね、これはね、こう。それはちょっと頭につけとけ。ふざけんな。俺はできるだけ顔から遠ざける。それを、バイビー。
それはカメラ目線でお願いします。はい。お前できるの？大丈夫、あの40のおっちゃんもこの間やったよね。はい。カララちゃん。あ、40。カララちゃんもっと40超えてるよ。見えない、ね。元気。元気。はい。ちょっと見えないね。みんな若いよね。あ、マヤネーができるじゃん。ほら、マヤネー。マヤ先輩、マヤネー。本当だ。あ、今日はどうするの？じゃあ今日は今日もやねーで行きましょう。せっかくや先輩いるしな。まあやねー、あ、まやねー、これバージョン。またねーっていうのを俺ら、まやがやってる時はまやねーって言ってた。で、こいつらがやってみたらアズリンだ、バイビーとかなんかダサいものまやねーダサい。じゃあまあアズリナをなしにしてまあやねー、前今日はね、まあやねおはい、じゃあ行きましょう。ちょっと待ってね、マイクに経由用意してたな。はい、はい、オッケー、エンディングオッケーです。いつでもどうぞ。いきます。画面に向かって言ってね。カメラ目線でお願いします。はい、お願いします。せーの、まあやねでもいればそれで
かがでしたでしょうか、子ども地球サミット2012広報番組、再放送お届けしました。今回ですね、中学校の先輩上条くんと、黒田くんが来てくれて、元気な男の子たちがちょっとまた新しい風を吹かせていたんではないかなと思いますね。彼らは上条くんは特に役者さんになりたいとかっていう夢があったみたいでね、前回の子ども地球サミット広報番組では、ちょっと語ってくれてましたね。でそのお友達で、今回は黒田くんが一緒に来てくれました。まあ前回よりはうまく喋れたかななんて言ってたんですけどね、また上条くん遊びに来てくださいよ。はい。で、そうですね、安江さんはずっとね、ロシア語をツイートしてくれてありがとうございます。アリベックもね、前伊藤さんのところにはきっと DM とかなんか来てると思うんですけどね。カナブは違う関係、ああ来てるよ、カナブの関係者は別にいるからね。そうですね、はい。安江さんの、ね、34分前のこの文字がちょっとねわからないんですよね。何文字なんでしょうねこれは。安江さん多才ですな。私上条、前回私カクカクの映像でちょっと音声とか聞こえてなかったんですけど、上条くん中国語すごいじゃないですか。ちょっと今度私にも教えてくださいよ。中国語って言ってもね、いろいろあるみたいですね。広東語とかね、北京語とかあるみたいですね。で、ほのかちゃんのその環境、私はとても羨ましいと思うのが、ケース C の、お互いケース C に入っている、生徒さん同士なので、兄弟で練習し合えるっていうのがまたいいなと思いますね。いい環境だなと思いますね。なんかさあちゃんが、うん、タイムライン上で KC リサイタルのって終わってる。本当だ。多分健三郎さんがね、ふと自分の14歳の日々が思い出されますなとか言ってますね。健三郎さんも、何回かね、この子ども地球サミット広報番組にはね出演してくださいましたね。多分沢さん、トリニティさんが言いたいのはリサイタルのチラシをかな、のお知らせかな。あ、上条くん、いや無理ですよって、教えることはできないってことかな。でも聞き取ることは、お母さんたちのね、お母さんとお父さんの会話が聞き取ることができるってことはね、それだけ教えられるっていうことじゃないのかななんて思うけどね。はい、じゃあ KC のリサイタルもう一回。はい、それでは、東日本大震災復興支援紅白歌合戦、明日はきっとやってくる、ケース C スプリングリサイタル、日付は2012年3月25日日曜日、15時半開演、会場16時開演、場所は南戸のコミュニティセンター、入場無料です。整理券がいます。はい、ぜひね、皆さんもこのツイッター上でも参加を見に来てくださるっていうようなことを言ってくだされば、記録残しておきますので安心してください。あと打ち上げを当日の会場でします。はい、そうですね、リサイタルが本番が終わった後、出演者とあとはお客さんと一体になって、ちょっと皆さんで交流会などをちょっと考えています。差し入れ大歓迎ですので、ぜひ。リサイタル会場内での電源使用について話が上がっているようですが、会場内の電源使用は基本 NG です。さすがです。テクニカル関係の領域ですが、基本的には、電源とか、演出的に使ったりとかしてますんで、支障が起こる可能性があるものに関しては全て却下です。申し訳ございません。はい、じゃあこれリツイートしますんで、皆さんちょっと確認ちゃんとしてくださいね。あ、上
条くんスプリングリサイタルできたら美濃中のお友達連れてきます。ぜひ連れてきてよ。男の子かなっていうより上条お前ちょっと土曜日仕込んでちょこっとでも挨拶がてら舞台出るかっていうようなことを考えたりして、はい、いいんじゃないですか。ちょっとタクさんが、うん、これはね、スポニチを意識しました。はい、要は今年は紅白に分かれて、それぞれが今まで1年間、KC で、身につけた技術、まあ、スキル、それ以外に去年、子ども地球サミットは開催中止したんですが、その代わりに東日本の復興支援活動を数多くさまざまな形で、みんな参加してきてくれました。でその思いをそれぞれにぶつけながら、うん、で今年も、継続して行うとっていうのは田島応援団長である宝塚歌劇団の田島久美さんからも、言われてるんですが、神戸の関西の大震災も神戸淡路大震災かな、うん、あれもやっぱり単年度ねポーンと去っていってしまったみたいな、忘れ去られたっていうかね、そんなことをまあ懸念されてるよねということで、東日本大震災に関してもまあ長野県でいう、境村に関しても、忘れずに、できることをしていこうと、はい、まあテーマはやっぱりね、被災地の被災者とかの、自立を目指して、それすごく深くて、うん、その中で自分たちが何ができるかと、そういう役割を担いたいと思ってます。はい、お、上条くんあれだよ、高田ちゃんが一回話しようって言ってたよ。はい、以上です。はい、じゃあ終わりますか。はい、そうですね、次回の、うん、そうですね、健三郎さんも女の子ばかりでなく男どももたくさん来てくれると俺らも気合が入ります。健三郎さんは、今回リサイタルではベーシストとして、エコブルームベーシストとして、参加してくださいます。それでは、次回ですね、次回は、今度の土曜日2月の4日土曜日ですね。この日は安住が、インフル、風邪で、ね、ちょっともう、はい、休ませます。はい、です。その代わりになんとほのかが急遽ピンチヒッターでイエーイ来てくれます。まあほのかあれしようよ、リサイタルの打ち合わせ、しながらやろうか。はい、あとは、安住が今回からリーダーの司会だったんで、まあ、ほのか代わりに引っ張ってってあげてください。であとリーダーと、はいはいはい、それでは、次回は、2月の4日の土曜日19時から、子ども地球サミット広報番組をお届けします。こちらはですね、今回りなちゃんとあずみちゃんで、ほのかちゃんでお届けします。ぜひ見てください。それではあずりな、バイビー。